ショートショートの神様といわれる SF 作家星新一の初めての展覧会が世田谷文学館で開催されています。 SF 作家の星新一はエッセンスを凝縮して読者の想像力を喚起させる独自のスタイルのショートショート1001作品を残しました。展覧会にはぼっこちゃんコーナーもあります。代表作のぼっこちゃんはロボットの美人ホステス。ぼっこちゃんとぼっこちゃんが人間ではないと知らずに通う客とが織りなす風変わりな短編です。ぼっこちゃんの下書きも初めて公開されるなど、自筆原稿や創作メモの他に星新一の世界をたっぷり紹介しています。主催者は作品から発する大きなエネルギーを存分に受け取り、あなたの未来を描く力にしてくださいと話しています。